ぎたくて始めた情報発信なんですけども、私は今ねこの YouTube にしてもそうですし、 Facebook の書き込みにしてもライブ放送にしても、もうね金のためにやってるっていう意識はないですね。なんかやらないと気持ちが悪いと言いますか、それこそ習慣化してしまいました。私は最初麻雀店の勤務をしながら、麻雀店のお客さんがなんとか来ないかな、よしインターネットを使っていこうっていうふうにね、広告のつもりでやったんですよ。本当に金のためで始めました。でも今はそうとばかりも言えません。でもね、この情報発信を介して誰かの役に立って、それでね、収入になればって思いはわずかにまだあるんですよ。でもそれは当初のように稼ぎたい稼ぎたい、どうしてもお金が欲しい、1億円欲しいっていうのではなくて、今は稼ぐ力をつけるのは必要だから続けていきたいなっていう気持ちがちょびっと、その他はもうね稼ぎにならなくてもやりたいなっていうね、そんな思いですよね。でここでですね、吉谷さんから今回、いただいた目的と手段の話になりますけども、確かに世の中でマスクは品薄かもしれませんけども、別にマスクが欲しいわけじゃなくて、コロナウイルスの感染を下げたいわけなんですよ、私たちは。ということはマスクを買いにあっちこっち奔走して、で自分のねコロナウイルスへの接触可能性を上げてしまうっていうところにちょっと疑問を抱いた方がいいのかなと思います。あ、街にマスクがないや、だったら何かで代用しよう、もしくは手洗いの方で対抗しようかなとかね。だからマスク1個あれば防げるわけじゃないんですよ。やっぱり清潔にする意識がすごく大事なんですよね。マスクをしている人がね外から帰ってきて、で髪の毛に感染してるかもしれないのに、そっちの方は全然無頓着でマスクだけこまめに変えても、これは全く意味がないのかなと思います。目的と手段、そうなんですよ。人はいつかですね、目的を追うために仕方なくその手段を用いてるのに、手段が目的になってしまうんですよ。よく転売をされてる方、転売は自分の収入を上げるためにやってるんですけども、収入が上がらなくても転売を意固地になってやってしまって、これも自分の勉強だからっていう風にしてね、儲かんない転売をずっと続けてしまう例もあります。よく考えてもらいたいんですけども、お金になれば転売とかやらないと思うんですよ。転売が大好きになるっていうのは本当に転売の天才だけです。転売の天才になってしまうと、それ自体が楽しいので続けるかもしれませんけども、じゃあ今あなたのことに10億円がポンと振り込まれたら、今行ってる会社行きますか、今やってる副業それでもやりますかって聞かれた時に、やらないかもしれないですよね。私の場合は多分10億円振り込まれてもこの YouTube やると思うんですよ。10億円振り込まれましたみたいな動画をやって、さらにね、この動画ってのネタをたくさん作ると思うんですよ。そんな感じでですね、手段と目的っていうのは、一つ間違えると袋小路に入るための本当にね、間違った矛先になってしまうのかなと私は思うんですよね。はい、最近は喋りすぎてちょっと喉が痛いんでね、一回動画を切らせていただきました。で今回の動画の後編では何を申し上げたいかと言いますと、ちょっと三脚が緩んできましたね、すいません。何を申し上げたいかと言いますとね、忘れてしまったじゃないですか。何だったかな、ちょっとお茶でも飲みましょうか。たまにはね、喋りっぱなしじゃなくて落ち着くことも大事です。これ紅茶をねストレートでいただきます。いやあまり欲しくないですねこれね。なんていうんですかね、私の好みの話になりますけども、ハーブティーってあるじゃないですか。あれ私ね美味しいと思わないんですよね。なんかすごくもらっちゃうんですけども、これがまさにねハーブティーなんですよ。なんかツンとくる感じで、うわーこれきついなと思うんですけども、まあでもね、私の味覚がおかしいんだろうと思いながら、この味覚に慣れるまでいただいたものはしっかりと楽しませていただきます。ただあんまりね好きじゃないかなと。お漬物を最初に食べた時の感覚ですね。お漬物を最初に食べた時もなんでこんな美味しくないものを食べてんだと思いましたけども、今は好きなんですよ。まあ、そんな感じでしばらく見てる、食べてる間飲んでる間に趣味嗜好ってのは変わっていくのかなと思いますけどね。はい、それではね、そうだそうだ、こういう話をしましょうか。久しぶりに例のやつね、例のやつっていう風に、もうとにかくね、何にもしたくない、めんどくさいことしたくない、勉強もしたくない、ただお金だけくださいっていう人におすすめしていた、紹介していた、ね、例のやつなんですけども、去年の7月からね、例のやつってのが順調に稼働しなくなったんですよね。順調に稼働しなくなった、例のやつを司る会社のちょっとね資金繰りが悪くなって思わしくなくなった、その時にですよ、その時に何の思考も構築してなかった方、その時にリスクヘッジをしてなかった方、その時に余剰資金でやらなかった方、もう狼狽して、もう毎日胃に風穴が開くような思いでやってました。だからね、お金の問題が何か一つで解決できるってことがないってことを忘れてしまったりとか、絶対はないっていうことをね、忘れてしまったりとか、自分だけは大丈夫って本当にね、この思い込みで自分の身を滅ぼしてるわけですよ。
で、誰よりも長く、誰よりも詳しく、誰よりも情報量を持って、発信量を持ってやっていた私は、何一つ、もう心にさざ波の一つも立たないまま、この半年間過ごしてきてるわけなんですよね。うん、例のやつがね、全然お金が、全然資金繰り悪くなったよっていうことでも、私は、あ、そうなの？まあ、絶対はないからね。まあ、中小企業のやることだから、うん、そういうふうなボタンの書き始めもありますよ、と。うん、もしかしてそれが、パーになっても、別に余剰資金だからいいじゃないですか。こんなスタンスですよね。うん、でも、やっぱり、それに全力投球っていうかね、何の裏付けも、私以上の情報もないのに、取り組んでしまった人っていうのは、ものすごく慌てたと思うんですよ。で、まあ私はね、例のやつの進捗を見守りながら、資金回復、絶対するなと思ってる会社なんで、実際ね、そうなってきました。だからね、ほら見たでしょって話なんですよ。うん、なんと言いますかね、その思考には個人差があります。そして情報の収集能力にも個人差があります。で、得てしているのは、考えの浅い人っていうのは狼狽しやすかったり勘違いを起こしやすいんですよ。で、もう一つ、物を知りすぎても、その知りすぎたことに有頂天になって自己肯定感が高まれば足元を救われます。このね、なんでバランスがすごく難しいんですけども、私は今回も乗り切ったかなと思ってますね。それはですね、当てにしていた入金がない間は、別のことで一生懸命お金を作るっていうことなんですよ。で、私は、そんなにね、慌てなくても入金があちこちからありますんで、はっきり言って何もしてないんですけども、ただね、うん、お金がなくて困る人は、余計にビジネスやらないといけないのに、やってるのかなってことなんですよ。やってないんじゃないかなと思うんですよね。で、それが垣間見えるようなね、半年間だったかなと思います。こんな形ですかね。ね、久しぶりにレイナス出てきたでしょ。たまには出た方がいいでしょ、こういうのも。ただお金が増えるだけみたいなね。はい、以上です。